前回までのピーター・グリルは。ルベリア先輩、俺は何があってもあなただけを愛し続けます。私もだよピーター君。さあ祈ろうではないか。コウノトリが私たちの子供を運んできてくれるように。はい。大体こんな話である。ついにゴブリンカー始まってしまった。このままではオスというオスが食らい尽くされてしまう。戦士諸君、派遣隊を編成し現地へと向かうのだ。すごい数だ。普段は人里に現れないゴブリンたちがこんなにも。男を食いまくってるんすね。ルベリア先輩、作戦通りに。ああ、健闘を祈る。このミッションが終わったら。ええ、二人きりで。行くぞ。はい。我らは村の東側を。はい、ルベリア様。やめて。村人たちを救出するんだ。殺さず捕獲しろ。ゴブリンか。発情僧変異を起こしたメスゴブリンたちが子種を求めて群れを出し人里を襲う。男たちはこの嵐が過ぎ去るまで怯えて祈るほかないのか。今助けるぞ。あのお方は史上最強の男。さて、戦士ギルド所属の義理を果たすとしますか、ミミ。ラジャスよ、お姉ちゃん。邪魔するんじゃないのか。ギガニュー奥義ダブルマキュアリトルネードスペシャル。このエルフの禁術とくと味わうがよい。ハイパーオーラチャーン。あ、私メモは。コブリンさんの肌の色、私をいじめてたエルダーオークを思い出しますね。リグリットさんやりすぎ。殺しちゃダメ。本当次から次へと湧いてきて地獄というほかないな。このアントニオス・パルタゴス相手になろうぞ。頑張ってタコス。背後から。
ちゃったか。何やってる、取り囲め。地上最強の男、ゴブゴブゴブ。そいつはぜひクイーンに捧げなければな。やりますか、あれが。詳しく聞き出すんだ。これでこの村は収まったか。だが各地では群れの勢力が増してるらしい。しかしどれだけ男と寝ても発情形態からは戻らないんだな。だから上は今回も大量殺処分にするしかないと言っている。殺処分？大丈夫だよ。ダメだ、同じ悲劇を繰り返しては。そうだな、うん、うわっ、君たち。やはり早くあの方を探さねば。今大事な話よ、ピーター。あいつこの状況下で。さあピーターグリル、邪魔なゴブリンはみんな片付けたすよ。手を貸したのじゃ、主の子種をたっぷりと頂戴いたしますね。やめろお前たち、時と場所をわきまえるんだ。申し上げます、ルベリア様率いる白百合のつぼみ隊が全滅しました。毎度毎度手を握るしかできぬ女の、一体何がいいすかね。重いです。ピーター、ルベリア先輩がゴブリンたちに、こんなことや、こんなことを。やめろ。けしからん。君は。申し訳ありません、ピーター殿。ルベリア様が。あいつらは？おそらくは女王の親衛隊、ゴブリン上位種、ホブゴブリンのエリート集団。地獄の3年生とはあたいらのことさ。お前が地上最強の男かい？ルベリア先輩！先輩を解放しろ！動くな！少しでも妙な真似をすれば。この女の命は。地上最強の男といってもなんてことはないね。情に熱いってのがあんたらヒューマンの美点でもあり弱点なのさ。ピーター君、何をやってるんだ。私に構わず戦うんだ。ピーター、ルベリア先輩。よっしゃてめえら、お持ち帰りの支度だ。オラ、ピーター君、気づきましたか、ルベリア先輩。ここはなんということだ。ゴブリンが異性ヒューマンの急所を狙って。見ない方が。落ち着いて聞いてください。勇気が出るおまじないです、ピーター君。きっと脱出のチャンスはあります。それまでは俺を信じてください。先輩には手出しさせません。何勝手に口聞いてんだ。逃げをお求めだ。やめろ、ピーター君に何をするつもりだ。このピーターグリル、ゴブリンなんかに決して屈しはしません。ピーター君、もたもたするな、こっちだ。さあ
中でクイーンがお待ちかねだ。ゴブリンクイーン、一体どんな化け物だ。だが待て、上位種になるほどヒューマンに近い姿とすれば、あんたが地上最強の男、たっぷりと可愛がってあげるからね。では私にはルベリア先輩という人が。私を変えてくれた人、全てを受け入れてくれた人、ちゃんと目を見て話してくれた人、どんな時もそばにいてくれた人、自分に自信持てなくて変わりたいのに勇気も出なくて、すぐに頼っちゃうあなたに、周りの声に合わせてばかりの私、守ってくれてるいつもそばで、笑顔でいるのは君のおかげ、勇気出してみるよただ一度、守らせてほしいの私にも、君と出会い開く世界、言葉にしてみようかこの願い、この気持ち隠せない芽生えた恋心、こんな私を好きと言ってくれた、私変われ強くなれなりたい